泣いて生まれていつから枯れて星になってくんだろう。僕らはどうしてどうして教わってないのに涙の流し方は知ってるんだろう。溢れる雫は絶え間なく注がれた愛情の証で導かれるまま緩やかにそっと伝ってきたんだ。心から体へ、体は心へ、連なるいくつもの受け継ぐ目線の模様、繰り返されてことが永遠だと思えた時、目の前